はい、皆さんこんにちは、パンサー450でございます。今日はですね、先日ちょっと紹介しましたこちらのねボスの GT100 なんですが、今回はね皆様に補足をね2つで紹介したいと思います。何を補足するかと言いますとですね、まずね、まあ、前回の動画で皆さんに言われたのが、この液晶が見づらいのでセッティングが分かりづらいと言われましたので、この動画の一番最後にね、クリアリズムソロ、まあ、藤風呂さんのセッティング、僕のセッティングもそうなんですけども、写真でね順番に載せていきますので、まあ、もしよかったらねその写真を見ながらね GT100 をお持ちの方はセッティングしていただけると、まあ、ボーイっぽいねサウンドが出るかと思いますので、そちらを参考にしてみてください。そしてね、補足のもう一つ目はですね、前にね、ボーイギターソロのサウンドを作るときに、この GT100 ではオーバードライブとディストーションを重ねることができないので、ラッドだけを使いましたと言いましたが、実はこれもね、今日になって、GT100 をね、持ってるフォロワーさんに教えていただいたんですが、実はこの GT100 ね、素晴らしいんですよね。そのオーバードライブとディストーションをね、重ねることができるそうなので、それをね、今日実際にね、オーバードライブとディストーションを重ねて、さらにボーイギターサウンドソロとね、に似るのかどうかっていうことをやっていこうと思いますので、どうぞね、最後まで今日もお付き合いください。それでは行ってみましょうか。はい、それではね、一番最初はね、実際にそのオーバードライブとディストーションを重ねるっていうサウンドを紹介したいと思うんですけども、この GT100 というのはですね、まあ僕も前回ね、このオーバードライブちょっと液晶分かりづらいですけども、今ギターソロ音なので、ここにラットが選択されていて、ラットしか使えないと言ったんですが、実はこれ、こう回していくとね、プリアンプが2系統、そう、プリアンプも2系統分かれることができるっていうのが GT100 の特徴なので、例えば JC120 とメサブギーとか、JC120 とマーシャルとか、またはメサブギーとマーシャルとか、そういうサウンドの組み合わせができるっていうのも GT100 の素晴らしいところなんですが、今回はそれを紹介しません。あくまでそのオーバードライブとディストーションとの組み合わせなんですが、この FX1、ここに、オーバードライブを選択してやることによって、ラッドとオーバードライブの組み合わせで、ボーイギターサウンドのソロ用のね、音ができるってことなので、それでは実際にギター鳴らしてみます。皆さんいかがだったでしょうか。やっぱね、オーバードライブの上にディストーションを重ねることによって、よりね、ボーイのね、ギターサウンド、ソロとにね、似るのかなって感じがしますので、これができるのもね、この GT100 以降なのかな。GT6、GT10 とかそんなんできませんので、もし GT100 とか持ってる方は、そういうオーバードライブの上にディストーションを重ねるってことをやってみてくださいね。で、セッティングね、iPhone でやると分かりづらいので、今からね、写真でね、皆様にクリアリズムソロのね、セッティング図を載せていきますので、まあ、もしよかったらね、それを参考にしてね、GT100 のセッティングをしてみてください。それでは行ってみましょうか。
い、皆さんいかがだったでしょうか。最後はたくさん写真載せましたけども、それを参考にね、もしよかったら GT100 をセッティングしていただいて、ギター弾いた時に、あ、ボーイっぽいなと思った方は、それで全然 OK だし、それでもボーイっぽくないなと思う方は、自分で声にね、歪みの量をちょっと足してやるとか、減らすとか、あとはイコライザーをちょっと変えるとか、そういうことをやってね、ボーイギターサウンドに近づけるといいと思います。で、さらに、それでもボーイギターサウンドっぽくないなと思う方は、今石のね、布袋さんがよく言ってますけども、ギター弾く方は、左手より右手の方が大事なので、右手のピッキングをね、今一度見直してみて、自分のギターサウンドをね、そのペダルのエフェクターに頼らずね、右手のピッキングで歪ませるというイメージを持ってね、ちょっと強いピッキングでエッジの効いた感じで弾く練習をしてみるといいんじゃないでしょうか。はい、今日はそんなとこでしょうか。で、今回でこの GT100 シリーズは終わりましてですね、来週からね、またね、違うね、新しいものを皆様に紹介しようと思いますので、来週もどうぞお楽しみということでございます。はい、そんなとこでしょうか。それではまた来週、パンサー450でございました。